テミ275機、ベースとなった、定1から43型のデッキに、ディーゼル発電機を搭載した形態、アムリスビル駅、1988年スイス国鉄、テミ型機関車は、スイスのスイス連邦鉄道で使用される、入れ替え用電機、ディーゼル兼用機関車である。なお、本機は、1054から78型として製造されたもので、あるが、 その後の1962年の称号改正により、テミ251から275号機となったものである。スイスの国鉄では、1905年に交流 15KV50Hz で、1906年及び1907年に交流 15KV15Hz での電化の試験が行われたが、その後本格的な電化は、ベルン・デッチュベルク・シンプロン鉄道や、 レーティッシュ鉄道からは、若干遅れて1919 19年のベルン、トゥーン間から本格的に始まり、1920年代には、主要幹線について、急速に電化が進んでいった。一方、主要駅における入れ替え用の機関車についても従来は、蒸気機関車が主力で、1910から20年代に、F2、251型や x ア,アに232型といった。 蓄電池機関車が工事用なども兼ねて一部運用されている状況であったが、駅や操車場構内の電化の進展に伴い、1920から30年代以降入れ替え用の機関車にも電気機関車が導入され始め、入れ替え用の電気機関車である E3、4型や E3、3型と並行して、より小型で、機関士ではなく入れ替え要員が運転操作をする。 入れ替え用トラクターに分類される低型、低位型、低位型機関車が導入されていた。入れ替え用トラクターでは他のスイス機関車と異なり、I 2、II、III 等の分類は形式別ではなく定格出力の分類に使用され、電気機関車では低型は 90kW 級、低位型は120から 140kW 級、低位型は 250kW 級の分類となって、 おり、入れ替え用電気トラクターの最小クラスである低型は、いずれも基本構造が同一の入れ替え用の低1から43型及び低44から60系の他に、事業用の低951から963型、非電化区間での運用を考慮した蓄電池兼用機の T248 から250型が用意されていた。 一方、1 9五十年代以降には、小型のディーゼル入れ替え機であるトミー型なども導入されるようになっており、経済性の面からは、入れ替え作業量の小さい場合には、電気トラクターの方が有利であるとされていたが、電格間と非電格間が混在した。入れ替え作業量の多い駅では、電気とディーゼル機関のハイブリッド方式が最も、経済的に有利であるとの考えから、低型をベースに、 ディーゼル発電機を搭載した電気、ディーゼル兼用機関車として用意されたものが手見、型である。本形式は、基本構造は低型と同一のまま、非電角間では電気式ディーゼル機関車として使用できるようディーゼル、発電機を搭載したものであり、車体、機械部分は都市趣味度もしくはスイス国鉄のイベルドン、工場、電気部分は BBC、主電動機はマホ。 手は、サウアーがそれぞれ製造を担当し、電荷区間では、低圧タップ切り替え制御により最大圏引力 36KN を、非電荷区間では、電気式ディーゼル機関車として、最大圏引力 31KN を発揮する、小型機である。なお、製造年、製造時基板、1962年の称号、改正後基盤、製造所は、以下の通りである。ありがとうございます。